江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、警告の掲示板からのご紹介でございます。警告民、中国人たちは日本を認めるけど、警告は下に見る傾向があるようですね、というふうにですね、こちらスレッドの方ありましたのでご紹介していきたいと思います。それではくーちゃんお願いします。現代キア自動車が世界3位の会社だが、新国では20位以内にも入れないでしょう。一方、トヨタ、ホンダ、日産は最近販売がちょっと減ったとしても、現代キアとは比べ物にならないほどたくさん売れる。20年前くらいまでは現代キアが新国ですごく人気だったのに、新国の所得水準が高くなって買わないみたい。なんというか、中国人たちが日本車は技術力が良いと思ってるけど、現代キア買うなら BYD、チェリー、ホンチーのような自国車を買うというマインドのようだったんですよ。サムスンのスマホも当然使わない。下に見てるとかそういう、じゃあまあそういうのもあると思うけど、はい、じゃあですね、こちら警告の反応いきましょう。国車が警告車とそんな遜色変わらなくなってきたからじゃないの？東南アジアもそうだ。ああ、下に見られてんのね、警告さんね。ああ、それはわかるわ。警告は自分の進化または曲がりしていた奴らが豊かに暮らすようになるから嫉妬。日本は憎たらしくはあるけど、自国を占領した兄弟国。認めたくないけど認める。正直属国、超高国だったんだけど。警告人を日本人は認めるけど、大湾人を下に見る傾向があるでしょう。解放後、警告より国民所得の高い期間がはるかに長かったのに、かっこ笑い。もうね、下とか上とか言ってる時点でね、民度低いんで。警告を下で見る中国人たちは、ただの影キャたちでしょ。多くの中国人たちは、たとえ警告人は無視しても、警告は無視できない。反対でしょ。警告という国は、超高国だったから無視するけど、警告人たちはおしゃれだと、羨ましがる。じゃあ、半導体、造船、電子製品は、日清戦争の時ボコられたからです。 C 国もそうだけど、東南アジアもそうだと思う。嫌われてるようなことするからでしょ。朝鮮が超高国属国だったから、まあ仕方ないよ。ムンジェインも一役買ったし、 C 国の夢がどうとかわらわら。数千年朝貢を受けた国なら、警告人たちも同じだと思う。日本は C 国に朝貢を捧げた国でもないし、むしろずっと C 国を侵略した国である。東南アジアも無視する。日本は世界大戦にも入るほど昔から列強に入っていた国である。一方で警告はここ数十年間で急成長した国だから、成金のように見ている感じである。大したことなかったやつが急にうまくいくから受け入れるのが難しいこと。帝国の全盛期もあったし、ひととき世界経済2位の大国だった国だから、それなりのポテンシャルは認めるんですよ。警告は今が一番うまくいっているけど、内心気に入らないだろうし、警告でも C 国車を買わない、わらわら。日本車、ドイツ車を買うだろう。ムンジェインが C 国にペコペコしているのを見て、 C 国の留学生たちが酒の席で偉そうにしているのを見るとヘドが出る、かっこ泣き。もともと幼い頃から偉い人より自分と似ているかもとだと思っていた人がうまくいくと認めるのが難しいものでしょう。一世代過ぎれば、幼い時から渓流を見て育った子供たちは警告を認めるはずだけど、問題は警告がもう下り坂かもしれないということである。海外に行けば下ではなく、そのまま最底辺扱いされるのが中国人。日本がさらに早く先進国になったし、通貸や外交的発言もさらに強いから、あまり無視しないのは当然のことなんだけど、レートは関係ないと思う。現代キア社がしばらくものすごく売ってから莫大な損害を被って撤退したのは、単に競争で押されたからですよ。本当に無視して買わないのなら、最初から売れることもなかった。日本車は耐久力と安定性の側面で強みがあって、警告車はそのままちょっと微妙だからです。もちろん警告車が完全に競争力がないというわけじゃなく、現在の C 国市場には合わないという意味である。努力ないと思うよ。嫉妬ですよ。まあね
いや、もしさ、いや、隣国が成長してたら、よかったねって、こう、祝福されるような行動をね、常日頃からしてれば、そんなことなかったんじゃない？なんか説教じみてきたな。はい、じゃあですね、こちらチャットの反応いきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。都合が悪いから属国だった歴史を忘れた？わら。主従関係2000年の歴史がありますから、かっこ笑い。下に見るんじゃなくて、元から相手にされてないだけだ。だって、半島って王朝変わると真っ先に討伐される歴史的な場所だろ。警告人だけ自国者が優れてると勘違いしてるけど、わらわら。単に BYD が安い多数道水準だからでは、値崩れすごいでしょう EV。20年っても壊れない車と20年持たない車、どっち買う？買っていただけるもの作ってみようか。今、中華スマホ性能上がったもん、わざわざ系の買わんよ。すべては安かろう悪かろうから高かろう悪かろうに変わったからね、当然の結果です。そうだね。警告者ね。そりゃそうだろ、C の章じゃねえか。建国100年に満たない国が1万年以上続く国を見下すなんて、縄文時代から見たら世界一古い国なんだぞ。ムンが王妃に部下扱いされたのが懐かしいぜ。アメリカにガチでの戦いをした国だからね、わら。経済崩壊間近の今が一番うまくいってるんだ、わら。すごいねその妄想、わら。警告のクオリティに各国が追いついてしまったから、自国の商品で良くなった。嫌われ、警告の商品は必要なくなっただけですよ、わら。とある動画で、シークニチンが春節の里帰りの時に見え張るために乗る車は、ドイツか日本がほとんどやったで、ボロボロやったけど、わらわら。いくら渓流見てても燃える車も、携帯も嫌でしょ、わらわら。競争できてると思ってるのは、もうお笑いポイント。憎まれてるのとうざがられてるのと半々やろな、赤と青で。嫌われてるのを嫉妬と解釈できるずぶとさ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。